でした。本番もよろしくお願いします。プロデューサー、見てくれましたか？曲の間にやった連続バック転。マスターしたのはつい最近です。あ、安心してください、本番じゃやりませんから。ああいう鍛えた技でスタッフを楽しませるのも大事な仕事ですよね。ありがとうございます。でも平気です、油断なんて絶対しませんし。一つ一つハードルを超えていろんなことできるようになりましたよね、僕。けどなんか退屈なんだよな。デビューした頃みたくへこむこともなくなってきたし。まあそうなんですけどね、ただ少し安定しちゃって寂しいって思っただけです。最近テレビ局で出してくれるお弁当とかもめちゃめちゃいいのばっかりですよね。昔のまずい弁当、懐かしいよな。あれはあれなりに妙に味があったと思いませんか？プロデューサーも道連れです。キーベタッと。ダメ。あ、僕のことを捕まえられたら許してあげます。よーい、ドーン。ベスト美少年アワードの大賞？他にかっこいい男の子たくさんいるのに。そうですよね。プロデューサー、ズバリ受賞の感想は？僕もそんな感じです。どんなものでも賞は賞ですしね。ファンの見方は別にいいですけど、個人的な見られ方はそうはいきませんね。感想第2弾、プロデューサーにとって僕は美少年、美少女、どっちだ？美少女じゃないんですか？なんかショック。あれでもすごく嬉しいのはなんでだろう。おかしいな、僕。あ、呼んでる。じゃあ表彰されてきますね。って、なんか周り先立ってないですか？あそこの人なんてすごい感飛ばして、このままで無事帰れるのかな。プロデューサー、なんとかなりませんか？僕怖い。尻込みして。プロデューサーかっこいい。僕いい男大賞あげちゃいます。俺じゃなくて、尊敬してもいいですか？私の表紙撮影ですね。今回もまた婦人誌か。やっぱり女の子や女性に人気があるから。
なるほど。でも男の子に婦人誌買わせちゃうなんて喜んでいいのかな。ですよね。それでも買ってくれるのは嬉しいですけど。さて、今日もカメラマンにおなじみのことを言われるのかな。クールに立っててくれって。たまには動きのある写真も撮りたいですよね。ダンスの躍動する瞬間を捉えたような。イメージ的にはなんて言えばいいんだろう。そう、そんな感じです。僕の顔出しならそれでもクールな写真になりますよね。交渉してくれますか。よかった、さすがプロデューサー、話せる。あ、バーンと動いてもそれが汗臭く見えない場所ってどんなところでしょう。そうですね。じゃあそれを目安にいろんな場所当たってみましょう。あ、ここかな。広いし見た目もゴミゴミしてないし。へへ、今回の表紙にはぴったりです。カメラマンさん、ここで行きましょう。だけでか、そういうもんなのかな。あ、プロデューサー、人って目を見ただけで相手の考えなんて読めるもんですか。昨日母さんが父さんに言ってたんです。もう長い付き合いなんだから考えてることなんて目を見れば一発だって。だったら相手を絞れば僕にだって読めるかも。プロデューサーだったら可能性あるかな。ちょっと目見せてください。やった。でもそれ以外のことは分かったかも。プロデューサーの顔かっこいいですね。僕こんなにじっと見たことこれまで。あ、このままだとなんか唇吸い寄せられそう。止めて。あ、指。ありがとうございました。こういうのは雰囲気でしちゃいけないですよね。やるんですね。なるほど。僕が普段いるとこじゃきらびやかでそういう雰囲気出ないですもんね。おしゃれでごっつい建物に眩しいライト、ああいう中にずっといると。はい、たまに人目のない
いところがすごく恋しくなっちゃったりして、そのうち時間ができたらプロデューサーと山とか牧場とか行ってのんびりしたいな。そんで寝っ転がってあれやりましょうよ、恋人同士とかがよくやるやつ。何でしたっけ、ほら相手に体を貸してあげるあれです、あれ。そうそう、僕膝貸しますから、プロデューサー好きなだけ寝ててください。もし別のところがいいんならそこを枕にしてくれてもいいですけど。自由にしていいとしたら僕のどこに頭乗っけて寝っ転がりたいですか。腕ですか。うわ、顔とか至近距離ですね。ちょっとドキドキかも。やる気出てきた。撮影頑張らなきゃ。じゃあ行ってきます。どこ行きたいかとかまた後で話しましょう。時間過ごしてるかの方が大切ですよね。
それにしても最近時間ものすごい勢いでかっ飛んでるよな。朝起きて仕事仕事仕事、そんでバッタン、もう目回りそうです。ぐるぐるぐるって。ありがとうございます。でもそう言われると余計頑張らなきゃって気になるんですよね。考えると今の僕に時計はいらないですね。プロデューサーがその役目してくれてるから。正確な時間教えてくれるし、移動時間になるとしっかりお尻叩いてくれるし、ついでに目覚まし機能とかもあると嬉しかったりして。あ、芸能界を歩いて来られたのはその機能のおかげですよね。とうとう僕こんないい仕事までもらえるように、もう最高の時計です。これからもぶら下がってついていこう。プロデューサー腕出してください。休みが多いから担任の先生カリカリ来てて、うまく説得してもらえますか。その代わり校内案内しますから。ほら女子校ですよ女子校。特に有名になってからはアプローチすごいです。かわすのも慣れましたけど。あ、せっかく来たんですからついでにナンパしていきます。僕紹介しますよ。そんなこと言わずに、超可愛い子たくさんいますから一人ぐらい。そっか、そんなにあちこち面倒見られないですよね。でも僕だったらいつでもナンパされますよ。引っ掛けても今以上に手間かからないし。いいじゃないですか。さあプロデューサー、僕のことその気にさせてみてください。確かに僕すごいドキって新鮮な体験でした。じゃなくてトーク番組に出演するんですね。このウーマンズスタイルってどういう番組なんです？スタイリッシュ、すっごい言葉、なんか僕にはあまり似合わない気が。ですよね。別におしゃれもしてないし、周りが持ち上げてくれてるだけですから。かっこよさの秘密か。スマートに見える歩き方の話とかなら僕でもできるかな。はい、あるところに意識を置くと歩いててとてもかっこよく見えるんです。
プロデューサーなら見当ついちゃうかも。どこだと思います？そう、腰です。クッと力を入れると不思議と背筋も伸びるんですよね。やっぱりすぐ分かっちゃったか。さすがプロデューサー。歩き方をかっこよくするのは簡単だけど、中身はなかなかそうはいきませんよね。僕思うんです。かっこよくなろうとしないことがかっこよさの第一歩なんだって。これ実は可愛さも同じで苦い思いしてきてやっと気づきました。またベタなお世辞を。成長した僕の目はごまかせませんよ。さ、トークトーク頑張るぞ。あーで、でも今日来る5万人の声援はみんな僕に向けられるんですね。よし、期待に応えてバシバシ三振の山築いちゃいます。あ、僕がエースならここまで引っ張ってきてくれたプロデューサーは名監督ですね。プロデューサーならどんな女の子でもここまで連れてこられるのかも。そう思ってもらえてるなら嬉しいです。一方通行じゃなかったんですねさて、それじゃあそろそろ行きましょう。とその前に拳をガツンと。せっかくのドームだし、でっかさに負けないよう両手で。はい、プロデューサー。仕事までの時間大丈夫ですか？いや、僕は歩きの方がいいです。たまには外の空気も吸いたいし。室内ばかりだと息が詰まりますから。久しぶりに外を歩けてよかったですよ。気分転換完了。パワー充電満タンって感じです。もっと頑張って絶対にトップアイドルになってみせます。はい、プロデューサーが一緒にいてくれる限り僕は大丈夫です。僕
デューサーの手腕はやっぱすごいですよ。自信持っていいと思いますよ。なんて僕が言うのも変かもしれませんけど。あれ、なんだかビシビシ視線を感じるんです。ファンの人に見つかったかもしれませんね。そうですね、声援をもらうのはとっても嬉しいですけど、今は次の仕事があるし。あ、完全に気づかれちゃったみたいです。こっちに向かってきそうですよ。どこかに移動した方が良くないですか。でもまだ完璧じゃないですね。今にも追いつかれそうでドキドキですよ。この先の道、右と左に分かれてるみたいです。どっちに行きますか。右ですね。分かりました。ここまで来れば大丈夫。バッチリ逃げ切れたみたいですね。仕事も一安心かな。はあ、思いっきり走っちゃった。あの僕知らないうちにプロデューサーの手を握ってたみたいで。あ、話しますね。なんかすみません。言ってるんですか。そういうの困るな。僕としては僕に言う分にはいいけど。別に何でもないです。もう終了っと。張り切りすぎてかなり疲れました。はい、まだ初日ですからね。ここでダウンするわけにはいきません。そうそう、プロデューサーから見て今日の僕の演技どうでした。プロデューサーにそう言ってもらえると。でも自分的には課題が残ってるんですよね。緊張しすぎて硬くなってしまったというか。はい、なんといっても今回のドラマには大物女優の。あれ、あっちの方に人だかりが。何かあったんでしょうか。僕一体どうすれば。ダメです。足が動きません。
多いですよね。華やかで眩しい大人の女性です。こんなところでお会いできるなんて夢みたいだな。はい、子供の頃初めてドラマで見てからずっと演技に圧倒されたというか、ああいう女性になりたいって思ったんです。挨拶したいけど、ご迷惑じゃないですか？向こうは僕のことなんか知らないだろうし。話してる間に見失ったみたいですね。残念だけど諦めます。ご存知なんですか？